トルのの唯一神の像アメリカ・オハイオ州、モンロー付近、4000人以上からなるメガチャーチソリッドロック協会の週刊高速道路75号線の東側にあった。2010年6月14日に落雷とそれに続く火災により破壊された。像の位置は、協会屋外の円形劇場の週刊部に面した、側だった。 教会の洗礼用プールの先頭にある島に設置され、両、横を噴水に囲まれており、色付きスポットライトに照らされていた。像は、唯一神の胸から上を表現しており、腕と頭が空へ上げられていた。上げられている両手の間の長さは13メートルであり、規定部には12メートルのキリスト教十字架があった。完成後の像の重量は7トンだった。唯一神の新たな像。 後継となる16メートルの像は、設計が大幅に異なっており、建設は2012年6月に開始された。新たな像、唯一神は、2012年9月19日に現場で組み立てられ、2012年9月30日に奉納された。ありがとうございます。